はいどうもです、おはようございます。尼崎市寿司長内寝起きの一発でいきます。久々で兄貴のいつかの少年自己満でやってみたいかなと思ってます。今日はレオの、ワクチン接種いってみます。コロナワクチンちゃいますけどね、ワクチン接種いってみます。髪の毛もむちゃくちゃやけど、この後セットしてあげたいと思ってます。いつかの少年、これは定年後の店のオープン、店の屋号に兄貴から許可得ずに使わせていただけたらなっていうね、ところでいきます。よろしくお願いします。俺にとって鹿児島はいつも泣いてた。ひ弱で不親切で邪険な街だった。親父とおふくろは泥にまみれ銭を羨み、そのど真ん中で俺は打ち震えていた。ごーごーと不安が立ち上る住みかを超える数が暮らしをすり抜けていった。雨どいを伝う雫を見るのがたまらなく嫌だった。逃げ出したくて思いをかきむしるだけだった。俺の人生はどこから始まり、一体どこで終わってしまうんだろう。突き動かされるあの時のまま、そういつかの少年みたいに。乾きれない浴衣が揺れていた。縁側の向こうと生き抜くが霞んでく。俺は今揺れる船の上に立ち、叩きつける四月の雨を見ている。全てが1秒ごとに意味深く進んでる。水平線から土手腹に日が昇る。今日と昨日とが激しく違うことを知った今、俺は鹿児島をつぶざく波に捨てた。俺の人生はどこから始まり、一体どこで終わってしまうんだろう。突き動かされるあの時のまま、そういつかの少年みたいに。俺の人生はどこから始まり、一体どこで終わってしまうんだろう。突き動かされる
のままそういつかの少年みたいに ありがとうございました。今日も一日頑張っていきましょうね。よろしくお願いします。コロナに気をつけてくださいよ。バイバイ。よろしく。ロックロール。